これ漢方一問一答、田中浩一郎先生の本です。もちろん田中先生は、詳しく書いてくれています。それに対して僕が簡潔に回答してるんですね。まあ参考にしてください。どっちがいいってわけでありません。さあ、問67、漢方薬は必ず空腹時に飲まないと効かないのでしょうか。これは効きます。建前が食前または食間なんですね。忘れれば食後でもいいです。で、なんで食間か食前かっていうと、漢方薬の構成する生薬、それが全く食べ物と同じ成分もあれば似てるのもあるんです。だから足し算とバランスが壊れかねないから空腹時なんですね。基本僕は効くと思ってます、食後でも。次、問68、漢方薬はお湯に溶かして飲むのですかと。お湯に溶かして飲んだ方が効くという先生が結構います。で、結構歯にね、入れ歯に挟まんないんで、お湯に溶かすことは結構あります。でも基本めんどくさいから僕は粉でいいって言ってます。で、あんまり水で飲んでほしくないんで、僕は可能ならお湯かお茶で飲むのがいいよって僕はそう説明しています。問い69、乳幼児に漢方薬をうまく飲ませる方法はありますか。これはあります。だけどこれは僕と一緒にフローチャート子ども漢方ね、それを書いた大阪の坂崎先生が、詳しく漢方 JP で飲み方を説明しています。それを見てあげてください。いろんな方法があって、乳幼児から子どもまで飲ませる方法があるんですね。小児科の先生はぜひフローチャート子ども漢方、ね、買ってくださいね。これはマスト。次、問い70、温薬は温かいまま、涼薬は冷まして服用するというのは本当ですか。分かりません。これはもう試してください。だって本人に聞けばいいんだもん、どっちが効くのって。ただ冷やして飲むのは僕はあんまりないんですね。小半夏か伏量湯ぐらいかな、つわりん時ので。熱々で飲むのは真武湯です。慢性下痢の時の真武湯は熱服っていうんですね。僕の講義の中で飲ませ方を変えるのは、慢性下痢で困った場合の熱服の真武湯、つわりをどうしても治したい場合の冷服の小半夏か伏量湯、あとは適当です。問い71、漢方薬は上に効かせるなら食後、下に効かせるなら食前、服用させるというのは本当ですか。知りません。僕はそんなことしたことありません。漢方治療の得意分野は何ですかね。基本今の医学で治んないものがターゲットと思えばいいです。基本今の医学優先がいいです。ですから今の医学で治んないところをターゲットにすればいいんですね。さあ、次、問い73、初めて漢方薬を処方します、何に心がければよいでしょうか。これ簡単です。気楽に出す。だけど漢方薬でも何か起こることはあります。それだけ覚えておいて、患者さんに言ってもいいです、言わなくてもいいです。何か起これば中止だって頭の隅に置いといてくださいね。一服飲んで死ぬことはありません。一服二服三服一週間飲んで流産したこともありません。早産したこと、基本安全なんです。でも何か起こればやめろという一言だけ頭の隅に置いて出してください。74、東洋医学では最終的にどの方法で薬を選びますか。これはもう人それぞれ、ね、いろんな先生がいます。僕は基本的にフローチャートでいいと思ってます。フローチャート、それを作る目的になったのは、漢方診療をした方がいいっていう臨床実験したかったんです、十数年前に。そのためには漢方診療をしないコントロール群が必要だったんですね。そのためにフローチャートを作りました。そしたらそのフローチャートで8割9割ほぼほぼ同じなんです、漢方診療した群と。それで臨床試験ができなかったんです。だから僕は基本フローチャートでいいと思っています。ただそれに不満な方は自分なりの方法でぜひ
いろんなね、処方選択の方法を学んでください。そしてもっと自信があれば、それこそ僕のフローチャートで出す処方と皆さんが選び出した処方でランダム化スタディをしてほしいんですよ。それで勝てばね、もう絶対にこんな診察診療をした方がいいんだって言えるじゃないですか。でも言葉を返せば、そういう臨床試験が出ない以上フローチャートも堂々とやればいいんですね。僕はそう思ってます。はい、問い75。東洋医学では内科と精神科は分かれていないんですか？分かれてるわけがありません。で、そんなこと昔の時代はありませんから。こういう科が詳しく分かれたのは多分この100年ぐらいでしょ。150年か、ね、分かれていませんよ。問い76。漢方薬にはダイエットにも効果がありますか？これ微妙。僕はないと思ってます。つまり漢方だけ飲んで痩せた人いないから。でも漢方がついでの効果ありますよ。漢方薬を出しながら、一緒に説明していくと痩せます。説明の仕方は最近簡単で、もうスマホ、僕は iPhone ですけど、全部食べたものを写真撮れって言います。これ2週間撮ってもらいます。2週間パーッと見ても3分かかりません。それで何が多いって結構わかります。間食が多いとか、炭水化物が多いとか、果物が多いとか、そんな指導をしながら漢方薬ね、防腐通商さんでも大細胞糖でもいいです。そうするとダイエットの効果はあります。はい、問い77。生理痛、月経前症候群には漢方薬が効きますか？これ絶対効きます。絶対っていうのは、僕最近同級生の不妊のクリニックでたくさん見てるんです。患者さん20代30代40代すっごく勉強になります。で、本当に効いてます。だから生理痛や月経前症候群に漢方薬は結構効きます。78。妊娠中に漢方薬を飲んでも良いですか？答えはノーです、ね、妊娠中に飲んでいいって添付文書に書いてないから。でも別の答えはイエスです。妊娠中に飲んで不幸なことが起こってないから、流産早産とか。ってことは一元さんには出さない。仲の良くなった患者さんとか自分の家族には出す、ね、それでいいと思います。基本出さないんですよ、妊娠中には。79。つわりに効く漢方はありますか？つわりに効くのは小半夏か伏量湯、これは冷服です。冷え冷えで、もう一個人参湯、こっちは不思議に温服です、ね、でも基本は本当に困ったらもう点滴して絶食がいいです、ね、そうしてください、うん、さて次、問い80。不妊症に漢方が良いというのは本当ですか？なんと本当です。先ほども話しました、僕は今は不妊症のクリニックでたくさん漢方を出しています。ちょっと僕は知りません。でも僕の同級生がね、お前が出した漢方薬で妊娠したよ言ってくれるんですよ。あのおかげだって。だから、聞いてるんじゃないかなと思います。で、僕が出すのは当帰芍薬散か運慶湯、それで 7,8 割です。次、出産後に良い漢方薬はありますか？これは出産後の症状によります。あ、問い81ね。出産後に良い漢方薬はありますか？もう分かんなければ全部当帰芍薬散でいいです。当帰芍薬散は女性の出産、生理、妊娠、これみんな何か訴えれば出していいってぐらいの、まあ結構重宝する漢方薬です。困れば当帰芍薬散出してください。問い82。子どもの夜泣きに効く漢方薬ありますか？これは翼漢さん出す先生が多いです。でもう一個は漢漠体操湯というのは結構効きます。漢漠体操湯って肝臓の肝、ね、小麦の小漠の漠、ね、体操の体操です。これみんな食べ物なんですよ。肝臓、小麦、体操、体操夏目ですから、この食べ物3つが一緒になって、なんと夜泣きに効く人にはすっごい効くんですね。効かない人には点滴効かないんですけど、
これは何で有名かっていうと、高知の産婦人科が流行っていた大塚啓節先生が関白体操等で引き付けが治ったんです、子供の。それでこれは漢方はすごいと言って高知を畳んで東京に出てきて、湯本久信という先生、田畑にいました。1年間弟子入りをして1年後にはもう開業してるんですよ、ね、そういうストーリーで有名になってる漢方薬が関白体操等です。基本は翼患さんでもいいと思います。翼患さんは今はね、認知症の薬って有名ですけども、そもそもは子供の夜泣きの薬です。